はい、皆さんこんばんは。 MRG 語り場のほこです。今日はブルー東京の山根智孝さんとのコラボ配信、第2回目です。第2回目です。楽しみですね。ね、何回まで行くのかみたいな。前回はちょっと新体操の話をたどり着かずところまで行かず。あ、渡るくんだ、こんばんは。あ、こんばんは。あ、先ほどありがとうございました。ラジオ体操いつもありがとうございます。いい感じでね、こんばんは。運動するね、いいモチベーションになってます。ありがとうございます。できるのか、私毎朝やってもらいたいね。あ、そうだよね。子供の頃の夏休みのラジオ体操みたいに。あ、レオさんこんばんは。そうそう、だから渡るくんが一人でやるの大変だから、うん、あのラジオ体操の音楽をみんなに分散して ありがとうございます、ね、早めに来たい人が自分でやっていくとかね、うん、はい、でもそうですね、はい、でも本当にいいですね、あれいいですよね、体も重なってね、はい、うん、はい、いいモチベーションになってます、はい、やんなきゃっていうあ、じゃあお呼びします、ね、あ、お呼びします。あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。あ、お願いします。どっちでもいいですね。じゃあ僕たちもここにしよう。横の方がいいですかね。いや、どっちでもいいです。あ、どっちでも、あ、じゃあ縦にしましょうかね。同期が合わないぞ、ちょっと同調性がなんか全くない感じ。同調性が合わない。横で、あれ、あれ横になってるじゃあ縦で、あ、じゃあ縦で、あれ同期が合わない。ダメだ。吉人くん、こんばんは。縦でいきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあこの間はいろいろね、あのエンタメの世界でのお話を聞いたりっていうことで、ね、あの新体操までたどり着かなかったので、今日はあの途中から無理だなと思って、高校時代からね、新体操の話を今日はじっくりお聞きしたいと思います。はい、写真もいっぱいもらってね。お願いします。よろしくお願いします。はい、2014の演技ということで、うん、はい、ああ、よかったね、あれ。あ、なんか匠くんが、新井先輩、こんばんは、うん、ってた。あ、先輩ですね。先輩ですね、って。はい。2014は確か、あれですか、うん、東京、東京だったの？そうです、そうです、はい。代々木のやつですね。代々木ですね。あ、そうそう。あの時はまだね、うんうん、あの、早いもん勝ちだったんだよね。あ、 あの時なんかでも上手に並べてくれたから、う、うん、東京、うん、そう、だいたいいつもね、そう、早もがちの時ね、栄の呉服店に、呉服店にとてもお世話になってて、ね、いつもねお世話になって、そうね、そう、大所帯で、そうそうそう、でも確かその前年があの佐賀総体で、うん、で人生初めて僕に野宿しましたから、そこで、でも栄の皆さんと一緒だったんで野宿ができたんで。席少なかったですもんね。そうなんだよね。なかったですよね。その時は新井くんは2年生だったんですかね。あ、僕2年生でしたね。ああ、そうそう、はい、ね。あの時ね、すごいお世話になってるね。うん、そう、すごいお世話になってる。家族総出動さんだよね。家族総出動さんにお世話になって、ね、こちらこそ並んでくれたりとか、うん、ね、うん、本当にいつもお世話になってます。ありがとうございます。ね、栄の保護者会いつも。お世話になってると思います。いや、もうこちらが本当にね、うん、お世話、あの日本全国保護者会の会長じゃないかと思います。はい、多分全国で有名。ああ、有名ですよ、うん、結構だって列整理してたりのは、そう、栄の保護者さんが多かった。サバエの時には石川光大君のお父さん、あ、佐賀の時には林さんのお父さん。すごくお世話になってたね。すごいお世話になってますね。で、その当時からね、その一般ファンの僕たちのことも考えてくれて、うんうん、その一般ファンが入る場所もちゃんと作ろうみたいなことをね、こうだよ、この子。もうね、そうだったんですね。そう、すごくね、栄の皆さんは視野が広くてね、ありがたいなって思ってました。はい、ね、保護者の話がありましたね。新体操の話に行かなくなっちゃうので、はい、はい、戻してありがとうございます。それでは何から行きましょう。どっか、ま、演技の、え、もうだってもうな、うん、6年前ですよね。そうですね、約前ですね。でも栄の初優勝でしたっけ、これって。はい、そうです。ですよね、初優勝。そうなんですよ、ずっと強いチームだったんですけどね、ここで。ああ、そうなんですね。これがそうなの、これが。あ、これが多分演技ですね、演技、ね、演技。まず演技。見ますか。まず見ますか。あ、これ演技か。
これ演技です。どうしよう、もう最初に飛んでいっちゃおう。まず練習から行きましょう。恥ずかしいですね。どっから行く？あ、私やるから。はい。いや、椅子のがなんか、いろいろ順番を考えてるのかな。そう、いろいろ考えたんだけど。もう、これでいいかどうかはよくわかんないです。これは、あ、これ練習ですね。懐かしいですね。栄の体育館。うん、そうですね。はい、これは何でしょう、投資練習の、これ投資練習の前だと思います。あ、だいたい毎回投資練習の時は本番と同じようにこういう感じで円陣を組んでから始めるんですか？そうですね、多分試合近くなったらこういうことは、でも多分他のどのチームでも結構やっぱこういうのやってから、うん、入ると思います。この時はキャプテンの林くんが、林正樹が、あ、はい、なるほどね、モチベーションを上げる一言を言ってくれてから多分投資だったと思います。よし行くぞ、やっぱグッと上がるんですか、それで。上がりますね、彼の言葉は。おどんなことを言ってそういうこと聞いていいのかな。あ、いや僕もそんな鮮明に覚えてないですけど、うん、なんか一つだけめちゃくちゃ覚えてるのが、うん、本当にすごい当たり前のことなんですけど、うん、あの日本一の練習しなきゃ日本一にはなれないからっていうのを、うん、彼が言って、うん、いやもう本当にどの世界でもそれは当たり前ですけど、うん、改めて言われると、うんうん、なんか本当にその時は身が締まったじゃないですけど、あ、なるほど、ね、今でもそれは覚えてますね。なるほどなるほど、はい、うん、じゃあ振り返ってみて日本一になったチームじゃないですか、はい、そうすると、皆さんの中でなる、あ、これは頑張ったなとかこれは納得するなっていう練習って何かあるんですか？まあ、それも一つ印象的な練習があって、おうおう、はいはい、あのこのシーズン、この2014の時は、うん、あの新体操では多い分集って練習あるじゃないですか、はい、タンブリングとタンブリングの間の演技を、うんうんうん、あのもう何回も何回も繰り返して練習するっていう練習をほとんどしてなくて、うん、で本当にひたすらやったのが、うん、倒立とバランスで、お、あの当時だと2ターン後ですかね、2ターン後にバランスと倒立が入ってるので、うん、もうそこを繰り返し、あの倒立バランスを10本連続で止める、うん、演技も入った中で、うん、それほぼそれだけしかやってないぐらいのレベルで、うん、はい、だったので、その記憶しかないって、うん、しかないって言っていいぐらい、うん、倒立とバランスしかしてないです。それは前の年とかは普通やっぱ文集多分その新体操の団体練習として一般的な練習がその分集っていう分けて練習するやつなんですけど、うん、その当時の多分その石蘭先生がそのチーム今回その時のチームの、うん、なんていうんですかね、毎年練習方法って変わってくるんですよ。そうなんですか。その年代、そのチームに合わせた最善の練習じゃないですけど、うんうんうん、多分それもどこの学校、こう、うん、まあ、中学校でも高校でも大学でもあると思うんですよ、うん、で多分それがこの時の栄は本当に倒立とバランスに重点を置いて、うん、ひたすらそこだけをやってた印象ですね。もう今覚えてるのは、もちろん他もやっ
きついですね。その投資が終わった後とかに、うん、すぐバランスと倒立の練習が、うん、じゃあ連続で5本3本とか、うん、投資終わってすぐにやってたりしたんで、うん、へー、投資を気が抜けないみたいな感じです。あ、そうだよね。でもその年ごとに選手が変わってるたんびにその練習の仕方が変わるっていうのは初めてお聞きして興味深いですね。そうですね、まあ栄高校の時もそうでしたし、うんうん、もちろん僕が4年間いた青森大学でも、うん、根本的には一緒ですけど、うんうん、そのチームによって求めるものとか追求していくものが毎年変わっていくので、うん、人が変わるので、はいはい、そういった意味で毎年同じことはだから同じことをしてたら停滞していっちゃうじゃないですけど、うん、おー、なるほど、ね、はい、なんかそういうイメージだが分かりやすいかなと思います。なるほどね。それっていうのはやはりじゃあ今年はここで勝負するんだみたいな戦略があってそこをなんか深めていくっていう結局はそういう形になるんですかね。まあそれもありますし、うん、例えばそこがネック演技の中でちょっと不安要素であるチームであれば、うん、まあ、練習繰り返して自信つける、うん、まあ、そうどっちの意味もあると思います。なるほどね。まあ、今日はちょっと高校の話なんであれなんですけども、はい、高校だとやっぱりその練習の指導は先生がこうリードして決めていくんですか、これをやれあれをやれっていう。あ、そうですね、高校生の時は基本的に先生が引っ張っていく形で、うんうん、まあ、僕らの中でも発信はある時はありますけど、うん、ほとんどは先生が石田先生がメニュー決めたり判断したりっていう形でしたね。すごいね。そう思うとやっぱ指導のいろんな引き出しを持ってないと臨機応変ができないですよね、今年は、ね、まあ、そうですね、それも指導者によっても十人十色だと思いますけど、うん、なるほど、石田先生ベタ褒めです。いや、そうそうそう、です。だからそのメンバーのその、うん、特徴とかね、特徴とかこう身につけなきゃいけないこととか、うん、そういうところも踏まえて先生が判断してるっていう。多分、はい、なるほど。なんで皆さんそういうのが習得できるんだろうね。やっぱ、うん、いろんなことができるからなのかな、うんうん、いやどうなんですかね。でもこの考え方も多分、うん、本当に指導者になったとして、うん、生徒と指導者っていう立場になって本当に分かるのかなとは思います。うん、まあ、例えばね、新井くんなんか今いろんなこうステージとか舞台に立つじゃないですか、はい、でそのたんびに踊る演目が変わるわけですよね、はい、でその時にじゃあ今回はこういう演目だからこういう練習をしようとかこういう見せ場があるからこんな取り組みをしようとかっていうのはやっぱパパッとこう頭に浮かぶんですか。あ、そうですね、考えながら、あの多分作ってる練習の段階で早め段階から今回はここを重点的にとかおいうのは考えますね。なるほど、それは興味深いね。例えば曲、うん、曲一つとっても、はい、うんうん、雰囲気って全然違うじゃないですか。はいはい。だから全部その新なんていうんですかね、すごい強気な表情をして、うん、全部いけるわけじゃないじゃないですか。うん、だからそういうのは考えたりしますね。どういう工夫になるんですか、それを考えて。でも本当にやって、うん、その練習もやってみて、うん、
練習終わってその例えば動画見たりして、うん、あなんかちょっとイメージと違ったな、じゃあ次こうしてみようかなっていうのを繰り返しですね。なんかそういう試行錯誤のネタがいっぱいあるんだろうね。できっと出してみてやってみて、あちょっとまた違うからこっちかなみたいな、いろんな手探りをするんでしょうね、はい、なんか練習以外でも例えば本当に私生活してるときに、うん、ふとあ今度こういうのやってみようかなみたいな、うん、がポンって思い浮かんだりは、おお、ね、なるほどね。なんかやっぱ常に研究してるっていう感じなんですかね。それこそ新しいものへの、うん、そうですね、大学卒業してなおさらいろいろ考え、うん、まあ、考える時間ができたってのもありますけど、なんか、はい、それこそ最近なんかは考えることが増えましたね。いろいろ試してみたいなとか、うん、頭の中で整理して一つずつ、うんうんうん、そうですよね、はい、なんかはたはた舞浜さんからです。こんばんは、石田先生の教員になる前の熱い思いは聞く機会がありました。どんな熱い思いですか。聞きたい。え、それは僕も聞きたいですね。熱血指導するんじゃない。聞きたいですね。はい、ぜひね、そういう機会あるといいですね。そうだと思うね。ねえ、そうですか。僕も聞きたいです。ね、聞きたいです ね, ね。エンタメ化の世界からね。そう、どういう思いで。でも石田先生が入られて、なんか栄の演技はね、すごくこう劇場豊かにこうドラマチックになりましたよね。2009年からですね。ああ、なるほどね、そうなんですね、はい、うん、なんか本当にこうね、人間がパフォーマーを、あ、そう、はい、パフォーマーを引退した時、そこまでは認識してます。そこのね、熱い思いはね、熱い思いを聞きたいな。ぜひ本人から聞きたいですね。聞きたいですね。いや、今度呼んでみようか、石田先生。ちょっと無理かな。いいですね。新しいですね。先生に。そうね。ちょっと聞いてみたいですね。ね、なるほど。なるほど。結構なんかこの時の2014の演技って曲がやっぱすごく印象的で、ペンタトニックス、うんうん、栄がね優勝して、その後ペンタトニクスブームが引退総会に起きましたよね。ありましたね、引退総会に。ねえ、うん、あの選曲はどういう風にして決まったんですか。あれも石田先生です。うん、今年これでやりたいじゃないですけど、これでやろうっていう、はい、毎年選曲は、うん、まあ、僕が知る限りですけど、一応僕ら生徒にも何かいいのあればって出してもらって、うんうんうん、でも結局大体が先生が持ってきた曲でやることが多かったかなっていう、うん、この年のやつは確か、はい、先生が持ってきてだと思う、うん、どうでした、第一印象は。おーっていう感じでした。これはいけるなのか、これかなのか。え、なんか新しいなって思いました。そうですよね、そうですね、すごくそう、やっぱ、うん、2013年から、うん、声入っても良くなったじゃないですか。あ、はいはい、だそれのまだ2年目ってのもあって、うんうんうん、多分そのまだ声入れた曲を使わない学校もあったと思うんですけど、うんうんうん、その中であの曲が出てきた時は、うん、あでもこれ新しいのかなってすごい感じましたし、そうですね、はい、印象的でした。北田、はい、北田さんが、
2014の演技大好きです。曲や構成が非常に面白いです。ありがとうございます。これは先に曲が決まってから構成を作ったんですか？構成が大体決まってて曲が決まったから？構成でもあの構成の方が先だと思います。基本的に身体構成の方が先です。先なことが多くて、うん、あの例えば止まるポイントに、うん、曲を合わせるっていうのが多いですね。ケンシロウ君も来てくれた。普段こんなことこんな言い方しないですからね。大友純さん、大友純さんいつもありがとうございます。構成から作るのですが、曲を流したらなぜか構成と音楽がバッチリハマってって K が言ってましたよって。そうなんですよ。なるほどな。構成作って曲って最初 BGM の感じで、うん、特に流れてるけど音に合わせるとかいうのを気にせずにやるんですね、うん、その時になんかでもしっくりきた感じがあった記憶はあります。ああそうなんだ、ね、ハマったんだ ね、 ね、はい、でも面白いね。そんな、うん、あでもハマったからかな。でもハマってて練習したのはバランスと倒立、うん、いや本当にでも結局そうですね、うん、きっとでも構成がだからパシッと決まったから、うん、もう勝ちにいったのかもしれないそれ、うん、バランスの倒立ってやっぱ大事だもんね。うん、めちゃくちゃ大事ですねあれ、うん、本当に大事だと思います。そう、そう見つかりやすいからねバランス倒立ってね、うん、そう、それこそこの間も健志郎君としたんだけどね、そう、うん、新体操はね美しいとこみんながねこだわって作った美しいところは隠れやすいんだよねって。うん、でも勝負はそ、でもそういった、ね、バランス倒立に一生懸命やるっていうのは、はい、ね、勝負としてはあるよね。うん、なるほど。もうこの写真も倒立の、うん、あ、そうですよね、初めて見る人でも分かりやすいですよね、うん、バランス倒立ね、うん、写真多分この今の写真が倒立の後ピッてなる感じ、はい、そうですね、地下倒立から、うん、ってなるとこです、ね、多分これ国士館ですよね。あ、国士館です、はい、そうなんですよ。皆さんやっぱ国士館に行くこと多いんですか、練習に。確か多分この年が初めてだった気がするんですけど、うん、試合前に本当に8月前入ってから3日間ぐらい、うん、うんうん、国士館の練習場を本当に 1,2 時間だけ借りて、おう、大学生の練習と練習の合間に入らせてもらって、うん、スプリングで練習したっていう時ですね。なるほど。ああ、それはスプリング、マッチはスプリングだからそうですか。そうです、本番はスプリングで、うんうん、栄高校がスポンジで、うん、ああ、そうなんだね。いやでも例年では別にしてなかったんですけど、うん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 、この年は栄高校って基本的に素腕切り返して使わなかったんですね、うんうん、でこの年は1段に入ってて、であまりスポンジの高校の練習でやりすぎても故障の原因にもなるから、もう本当にやるときはやるって本数決めてやってて、うんうんうん、でこの試合前はその試合想定してやりたいってことで車で行った記憶です、うん、記憶があります。はい、やっぱ気がっての調整も大事だよね、うん、なるほどね、はい、どうやってコントロールするんだろうね。なるほど。いや、いい話だな。でも、そうね、うん、体のメンテナンスって話も大事だし、
国士舘は国士舘でね、自分たちも一生懸命練習しなきゃいけないんだけども、結構貸し出ししてるんですね、国士舘って。そうですね、かなりお世話になって前もね、はい、なってましたね。やっぱコアとなるチームだね。そう、私たち、ね、練習見学させていただくと、大抵、うん、ね、結構、そうそう、嘘の方も見えてたりするから。あの先日、その千葉のね、袖ヶ浦の人たちと話をした時もあるんですけど、はい、袖ヶ浦はね、マットがね、その全部ないじゃないですか。あ、はいはい。うん、なのでそう時々ね、その国士舘とかそういったところに行って練習させてもらってますって話をしてるんで、うん、ラックなんだけど、みんなでそうやってこう支え合いながら、うんうん、やってるっていうのはね、こう新体操らしい、うん、なんかね、微笑ましいいいニュースだな。いいですね、そういうところね、うん、すごく素敵ですよね。はい、なるほど、なるほど、うん、ということで、じゃあ見てみましょうか。見てみるか、まずじゃあ見どころ紹介しよう。見どころを紹介もうちょい2014年の演技の、はい、ここを見とけ、ここを感じ取れっていう。今渡るもユーマも見てるんで、なんか僕が違うこと言ってたらね、コメントしてもらう感じにしましょう。じゃあお願いします。僕にもやってもらえないかね。見てるんだ。はいはい、これ出だし、あ、結構この年ってあの生徒主体で構成考えることが多くて、出だしなんかも僕らがあの最初考えたり、途中の演技もまたあの渡るが作ったりとか、結構この高校生主体で構成作ることがなんか多かったと思います。はい、なんか僕らからも発してこういうのやりたいですっていうのを提示してて、それがそれ入ったりとか、なんですごい自分らで作り上げてったっていう印象がすごい残ってますね。はい、渡るがコメントしてくれたんですけど、はいはい、僕と渡るの組、まあこれ多分最初のやつなんですけど、うん、これも僕ら自分らで考えてやってみようみたいな。ああ、なるほど。で、こういうのをやって演技に入ったり、うん、なるほどなるほど。このバク転交差っていうのも、うんうん、渡るかな、 やりたいですって言って、うんうん、こう、はい、演技の中に入ったやつですね。このバク転交差はすごいこだわってて、バク転、単発のバク転から交差が始まるんで、うんうんうん、あの自分が飛び越える人、飛び越えられる人のこと見れないんですよ、助走で。そうだね。振り向いたら、もうあとはいつも、うん、自分のいつも通り決められた長さと、うん、位置で蹴んなきゃいけないので。わかるわかる。はい。そうだね。交差点。っていうかね、見てる方が怖いですよね。はい、その技の飛ぶ瞬間を見がちですけど、うん、その前を見ると急にバク転から入っているっていう。そうだよね、分かる、感じる感じる、うん、すごく感じる。それおそうだよね、前で走ってロンダートで入るっていうことよりかはハラハラ感がね伝わってきますよね。じゃあまずはその2点をしっかり見てですね、冒頭の組とバク転の交差を見て、なるほどね。また多分ね、見てるといろいろ出てくると思いますので、はい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 。じゃあそれでは演技の方見てみましょう。はい、でしょうか。どれだ？これだ。それだ。それですね。ちょっとメンバー紹介がまずあれかな。そうだね。じゃあメンバー紹介しましょうか。うん、あ、こっちだ。
はい、はい、じゃあこれじゃあメンバー紹介お願いしていいですか。はい、一番、はい、あ、僕がしますか。はい、よいしょよいしょよいしょ、はい、はい、これでいいでしょうか。はい、はい、こんな感じで、一番手前から僕ですね。この方ですね。はい、はい、はい、と思ったこれ僕です。はい、ずらりとした。2番目がかっこいいよね、本当に。2番目がキャプテンの林、同級生の林君。はい、林君。はい、はい、はい。で、3番目が1個年下の吉田直。吉田直君。はい。で、4番目が、高内幸三、国士舘大学に進学した。あ、はい、あ、そうですね。はい。ね、で、5番目が、はい、みんなおなじみの伊藤渉。うん、はい。はい。で、6番目が、はい。はい、斉藤優馬。優馬くんね。優馬くんも出てえの、ね。はい。じゃあ、見ましょうか。それでは、見ましょう。個人的に好きなのがこの後のアンブリカの演技が好きで、はい、ここが僕は好きですね。ここがバックテップコースですね。これですね。久しぶりに見た確定のコース。
いや、やっぱ、バク転の構想はこうもう何を見てるか分かんない状態ですよね。うわーって感じで。渡辺君から、一端は90年代の栄の演技のリフレッシュ版です。あ、そうなんですか。そう、昔もやってて。あ、そうなんだ。はい、で、また久々にやりたいっていうことで、うん、あ、大丈夫ですかね。すいません。すいません。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそすいません。いいえ。でも、これがその、生徒による演技構成みたいなものを提案するっていうのは、なんか、はい、そういう場所があるんですか？なんか、それとも日々の練習の中で毎回、こう、先生とこう、やり取りをしながら、こう。結構、作る、その、大体全日本が前の年の全日本が終わってから構成作りって始まるんですけど、うんうん、もうその段階から結構こういうのを取り入れたりしたい、来年はこういうのしたいっていうのは僕らの代で自発的にこう提示してることが多かったですね。うんうん、代っていうのは3年生が主流、まあ、次の年か2年生の冬からのもう冬ぐらいから、うんうん、もう次の年に向けての準備が始まる段階で、うん、なるほど、はい、うん、なんか冬っていうとなんかその基礎トレーニングみたいなイメージがあって、はい、なんかね、なんか基本的なものをこう、うん、課題を持って取り組むみたいなのもあるような気もするんだけど、はい、それをやりつつ、なんか何、そのやりたい演技に合わせてそういう練習をするんですかね。どう、その冬の練習とかどんな感じに。でも、例えば、タンブリングに習得が時間かかる場合もあるので、そういうタンブリングをメインに練習、強化、基礎からやって強化したり。うんうん。でも、まあ、冬の記憶ほとんどないんですけど。それは辛くて記憶を失ってるとかではなくて、ちょっと青大の冬に更新上書きされちゃったかなっていう。ああ、なるほど。僕の場合は、これは、はい、あるかもしれませんね。なるほどね。ちょっとなんか、もう本当うろ覚えで。なるほど。はい、でも選抜の練習があって、うん、ああそうかそうか、そうですね、それがかなりきつかったのは覚えてます。へー、そうだね、高校選抜って大変ですよね、はい、1、2年生だけで戦うのでメンバーも外れちゃうし、うん、初めての全国大会なんで、うん、なるほどね、ここで選抜、うん、そこでその年のチームの、うん、なんとなく水準というか、うん、は見れる、見れちゃうのかなっていう。あ、今年のチーム。ある程度手応えも感じるな。あ、そうですね。それはあると思います。あ、どうなんですか、この2014年の時には、いけるぞっていう、なんかあったんですか、はい、皆さんの中で。その実は選抜終わった後に、うん、その年ちょっとミスがあって、うん、しか5位だったんですけど、うんうんうん、のミスがあったのとしても、うん、なんかもう全員が一致してこう、うん、夏に向けてのスイッチが入ったじゃないですけど、もうなんか歌うところがはっきりした瞬間でした。うん、あ、やっぱじゃあ選抜でも手応えはある程度感じていたってことなんですね。そうですね、みんなもうその試合終わった当日から口には出さないですけど、うん、うん、なんかそのもう表彰式始まる前とか終わってからで、うんうん、なんかよしやれるぞみたいな、そういう
雰囲気はありました。なるほど、なるほど。じゃあ選抜が終わってからの4月からですか。はい、どう見るともう勝ち気に走ってたのかもしれませんね、皆さんの中でね。まあそこはいろいろありましたけど、うん、うーん、でもそれはきっとそのやっぱ、うん、この年は、うん、まあ僕らの代もそうですけど、チームとしてすごい良くて、うんうん、まあ、向かう姿勢だったり、うんうん、取り組む姿勢がすごい、まあなんか今いいって言葉でしか言えないですけど、かなりその熱いそのインターハイまでの期間は濃い時間を過ごしてると思います。どうなんですか、その、まあ、グル組織の中できっと一体感があったと思うんですけども、はい、みんなの中で役割分担があったりとか、なんかそういうのあったんですか。あでもその、まあ、首相の、まあ、林正樹はもうすごい熱いから熱いので、うんうん、そうなんですよ。でもうみんなそれに引っ張られるように ついていくんですけど、うん、みんながみんな、まあ、個人をもあの自分の側を持ってて、だよね。で一回、うん、まあ、何回かですけど、まあ、一回本当にぶつかり合って、うん、喧嘩じゃないですけど、もうそういう、うん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 、のが多くて、でも、うん、本音で言える環境チームだったので、うん、もうストレートに自分の思い伝えれば聞いてくれるじゃないですけど、うん、ただチームだったので、うん、それは今でも覚えてますね。それはどういうことなんですか。やっぱり目指すものがずれているのか、なんかもっとこだわりたいところをなんか深掘りされているのか。うん。目指すところがずれているわけではない。そうね。なんかその熱い思いとこだわりのところっていうのがね、なんか聞けるといいね。ごめんなさい。あ、違いました。はい、いいえ、いいえ、とんでもない。あ、で、そのね、お話が途中だったんだけど、はい、そのね、いろいろとこう対立があったっていう時に、はい、まあ、どういうところなのか、目指す、ね、演技の質が違ってるのか、方向性が違うのか、どういうのがあったんでしょうかねって。でも、目指す方向は、あの、一緒で違うとかなくて、もう本当に対する、自分はこう、だと思う、うん、でもあのこうじゃない、ああじゃない、うんうん、なんかそういう、うん、なんか前向きな向上心のあるぶつかりでした。うん、どうしたらより良くなるかっていうところでのぶつかりっていう感じなんでしょうね。はい、うんうん、ね、本当このなせばなる日本一、そうだね、あの、はい、まさしくまさしくっていう感じですね。だよね、うん、どうでした、その優勝を決めた時の皆さんの気持ちっていうか、その おたけびは。あ、これですね。いや、めちゃくちゃ素直に嬉しかったんですけど、うん、本当に実感ってほとんどなくて、うん、多分それは言ってたんですけど、うん、もうなんか年、あの月日が経つごとに、うん、あ、あの例えば優勝したんだよねっていう、うん、素直にめちゃくちゃ嬉しかったですけど、うん、あ、人生なんかど
人生で一番嬉しかった瞬間でした。あ、そうですか。突っ込みたくなっちゃうね。あ、なるほど、ね、そう、僕もその嬉しい、めちゃくちゃ嬉しくて、うんうん、もう多分一番最初に僕点数見に行っちゃったんですよ。おお。で、見た瞬間ちょっと飛び跳ねちゃって、ちょっと恥ずかしいですけど、その後にメンバーみんなが来て、うん、だからめちゃくちゃ嬉しいと同時に、その実感が湧かないのは正直ありましたね。おお、うん、じゃあじわじわ来たんですかね、表彰式が終わり、帰りの、これは電車かな、 JR の中かな。中でこう。そうですね、なんか逆におめでとうとか言ってもらったり、はい、すると、うん、なおさら実感湧いてたかなっていう。あ、なるほど、はい、阿部先生も喜んだでしょうね、これきっとね。めちゃくちゃ喜んでましたね。本当。そりゃそうですよ。あの観客席から確か多分もうめちゃくちゃ声上げてたのが阿部先生だったと思うんですよ。あ、そうなんですか。多分、はい、僕がそう聞きましたね。阿部、いや、僕たちと話しますといつも阿部先生は冷静でね、今日の今年の予想って言うと、いやいやいや、バカだなみたいな。そうなんだよね。やっぱり指導者は大変だなって思いましたけど。あ、そうですか、めった褒めでしたか。うん、そうですよね、うん、でもそう、でも先ほども言いましたけども、社会って言えばやっぱり日本一の保護者かなって、はい、保護者会がね結構しっかりしてるなって思ってるんだけども、保護者会も結構喜んでるじゃないですか。はい、あの僕らがあえてね伸び伸びできるのも保護者の応援があってなので、はいはい、そういうとこで僕らの知らないとこでも、うん、こう栄の親は気使ってくれるとか言ってもらえると僕も嬉しいですよね、うん、僕たちも嬉しいです、うん、選手たちも安心して試合に臨むっていうか、うん、うん、それの恩返しとかはできたかなって思います、うんうん。やっぱね、本当あのいろんなチームもそうなんだけども、まあ、自分たちのチームを応援するんだけど、やっぱりそれだけじゃなくってね、新体操全体を応援しようっていう思いがいろんな保護者会の 中から感じ取れることが多くて、うん、やっぱり栄もその中でね本当に突出していて、いろんな場でとあの役を買って出てくださってるのでありがたいなって思ってました、ね、うん、こちらが多分3年生4人の写真ですね。あ、そうか、ね、みんないい顔で、うんうん、はい、本当だ、優勝カップと、ね、あと実はまだあって、うん、実はまだあるんですよ、うん、ケーキカット。何これ。すごいでしょ。これね、新井くんからもらったわけじゃなくって私持ってるみたいな。切れちゃうか、大丈夫かな。これ覚えてますか。これ多分なんか祝勝会かなんかの時なのかな、うん、そうなんだね。わたるくん覚えてる。ゆうまくん覚えてるかな。でここ手元にケーキがあるんですけど、うん、ほうほうほう、そのケーキがですねこちらですね。あ、そうなんだ。こちらですね。あ、演じてる演じてる。あ、そうそう、これ多分最初のポーズ、うん、なんだね、ですかね。すごいね。あ、本当だ本当だ。これちょっと切れないね。あ、なんかゆうまくんがほら、あ、本当だ本当だ、ありがとうございました。なるほど、お母さんから、お母さんから。そう、これすいません、
あ、いえいえ、とんでもないです。すごいでしょ。すごいね、これ。ねえ。なぜか私が持ってる。実は言っていましたって。僕持ってないですね。本当に？僕の今の携帯には入ってないです。え、本当ですか？はい。じゃあ差し上げましょうか。じゃあ送りましょうかね。ありがとうございます。そうだった。じゃあこのケーキカットの写真も持ってないんだよね。これはじゃあないですね。あ、持ってないですか。いや、いい。いやいや、これね、みんなすごいいい笑顔で。うん。卒業の時ですね。送ります。はい。ありがとうございます。はい。はい。はい、ということで、うん、ね、素晴らしい笑顔とともに、はい、2014の演技を紹介していただきました。うん、ね、はい、ありがとうございます。大学に行くこともなく。そうですね。大学は近いかな。あ、新井さんが。3年生を送る会ですって。あ、なるほどね、いいですね。あ、お父さん持ってんじゃないですか。持ってるかもしれないです。ねえ、うん、そしたらじゃあ次回は次回かな、うん、そう、この話には結局あと3分しかないので。そうですね、はい、もう今56分になりましたので、はい、そうですね、ここちょっとやっと今度大学入学、はい。懐かしいですね、これも。いう感じで。あ、懐かしいですね。あ、ありますよ。ありますよ。あるそうです。はい。ね、あの、栄高校さんから3人でね、はい、青森大学に、ね、はい、入学されたということで、はい。じゃあ次回はお題のお話を。いいですか、また。聞かせていただいて、はい。ぜひお願いします。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、電波も改善しておきます。ありがとうございます。しゃぶり尽くすように、はい、まだまだ ね、 そうね、ちょっとテーマはある、はい、またよろしくお願いします。大学になって1年ごとになったりしててね。大丈夫です、松田さんとは今度7回目やります。まずい、ね、ぜひ、はい、友高くんもまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。いや、はい、ということで、でもやっぱりね、俺らか、あ、私たちかな、あ、でもハートは飛んでる、大丈夫かな、はい、はい、ということで、また多分爽やかだ、ね、みんなね、新井くんとはまた第3弾が、うん、そうだね、あるかなと思います。いや、この卒業生まとめて4人って話したいかもしれないね。うん、そうだね、で、ね、ズームで入ってもらう、あ、ズームで。バトル君方式で。Zoom で入ってもらって、それをインスタライブするっていうのがいいかなとか、うん、なんか、あ、残り1分は半だよ。K先生の話もやっぱり聞きたいねとか、いろいろ思うところはありますね。でも石田 K 先生が作ったって言いながら、やっぱりね、学生っていうかね、自分たちの意見をボンボン出し合ってっていうか、やっぱり絡み合ってるんだろうね。うん、そうですね。そんなピタッとハマったんだね。その、やっぱ研究学学の構成と。音楽がピタッとハマり、ね、最後のね、実感同士は見てないからね、いろいろぶつかるところもありつつも、より良いものを求めたっていうのはね、本当は知りたいところですが、はい、あと1分、はい、あと1分、はい、じゃあ次回は、次回です、はい、5月7日、そうなんですよ、ちょっと僕たち自身がびっくりしてますが、はい、はい、皆さんからのコメントもあのいただきましたので、また募集したいと思います、はい、あの応援メッセージとか、はい、リサノさんのここが好きとかっていうコメントお待ちしております。そうですね、はい、リサノさんの工夫とかね、こだわりとか、そして、はい、10日は、はい、はい、松田春樹さんとの第7回目コラボ配信。7回目何を話すんだみたいなのがあのありますけれども、友高くんありがとうございました、はい、そしてですね、はい、あの12日の火曜日は、そうなん、はい、野呂広大さんです。もうオファー何度目だろう。オファー30回ぐらいしたかな。はい、さんと、はい、今しぶくですね、はい。ご活躍、世界でご活躍中ということで。ですね。はい、楽しみです。ありがとうございます。楽しみです。楽しみにしてます。ということで、はい、あの、前回ね、あの前半やった、うん、あの細場さんも、うん、あと7秒で6秒、予定しておりますので、はい、細場さんも予定してます。はい、おやすみなさい。はい、ちょっと刺激ですけど。